皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは小学校、中学校、中退と、最近ね、私が本を読んでびっくりした、この小学校、中学校、中退してしまう子供がいると、入学しない子供がいると、こういうお話なんですけれど、日本では外国籍の子供たち、この子供たちは小学校、中学校、日本では義務教育ですけど、この外国籍の子供たちに限っては義務教育ではないんですよね。そのために小学校、中学校を中退したり入学しなかったりすると、そういうことができてしまう、こういうことなんです。私の塾、報徳学院ですよね。報徳学院もう長くやってるんですけど、何人もやはり外国籍の子供を見ているんです。まあ塾に来るくらいですから、もちろん学校は行ってますよね。だから外国籍の子供たちもみんな普通に小学校、中学校行く、このように思っていたんですけれど、本を読むと違っているようです。その本は格差と分断の社会地図、石井光太さんという方が書いた本で、日本実業出版社から出ています。この本が書かれた時ですね、外国籍の小学生、中学生、この年代の児童は12万3830人だそうです。そのうち学校に行ってない児童が1万9000人、 15.8%、 こんなにいました。この子供たち、ね、小さい時に日本にやってきた子供たちもいるでしょうし、日本で生まれて日本で育っている、そういう子供たちももちろんいます。だけど学校に行かないから、義務教育を受けないから、日本語の読み書きができないまま成長して大人になっていくと、当然のようにね、安定した職業に就けないので社会からドロップアウトしてしまう、こういう人がたくさんいるそうですね。親が日本にやってきて、で親は日本の会社で働いてるんですね。当然働いたら税金は払いますよね。普通に日本人と同じように生活してるんだけど、子供たちは義務教育が受けられない、やはりこれは私はおかしなことだと感じます。最低限義務教育、できれば高校までは出てほしいと。高校まで出れば日本の社会の中では普通と思われる、自分たちが普通と思ってる生活、これはできるんだと思います。だから義務教育は最低受けて、できれば高校までは普通に行って卒業してほしいと、こう感じています。で、実際の教育現場ではどうなっているかというと、外国籍児童への対応、これはほとんどが学校の先生などのボランティア、これに頼っているそうです。著者の方はこのように言っていますね。こういう人たちが社会からドロップアウトしないために、外国籍児童が教育システムから外れない体制を作ってほしいと。私がさらに付け加えるとしたら、前の部分、行政で、ね、行政でもう個人ではもうほとんど限界があると思いますので、行政で外国籍児童が教育システムから外れない、そういうシステムをぜひ作ってほしいなと、このように本を読んで感じました。あなたの周りには外国籍の児童いるでしょうか、ね、皆さんもこういう現実があるということをやっぱり少し知っておいてほしいと思います。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。